皆さんこんばんは、石島です。プレゼント企画のお話になります。例年通り我が家ではだいぶファンになってるんですけど、北海道からある荷物が届きました。ということでそれを見ていただこうと思います。はい、ということでこれだいぶでかい箱が来ました。北海道、僕ちょっと移住して一から北海道の農業をしようかなって考えてた時期があったんですよ。まあ、いちごをやめるんだったらうち来ていちごしなよって言われたんですけど、植物どうしようって話になって、で僕家も持ってますからね。なんでなかなかもうちょっと時期が悪いなっていうので諦めてはいた話なんですけど、なんで今まだちょっと北海道行くかもっていう連絡をしてた方もいると思うんですけど、今のところ愛媛にまだいます。もしかしたらもう愛媛でこけてしまったら、そうですね、農業でこけてしまったら北海道に行こうかなっていう考えではいるんですけどね。まあその時は植物何本か残して持って行ってっていう話をしようかなと思ってたんですけど、今のところは愛媛にいます。でまだ愛媛で北海道でお付き合いをまだ続けている、まあ、学生の頃からの農家さんなんですけど、はい、その方からまだお付き合いがあるんで、ちょっと今年も例のものいるって言われて、ぜひ欲しいですということで、うちでは大人気の農作物です。農家さんなんで、でそれが届いたんでご紹介させていただくんですけど、これです。スイートコーン、ちょっと中が見えとるやつがいいかなと思うんですけど、めっちゃうまいんですよ。これ生で食ってもいけるんじゃないってくらい相当甘いんですよ。で電話もらったのが2日前くらいなんですけど、仕事ができるっていうのはもうすぐ発送してすぐ対処してっていうのができる、仕事ができる方なんだなと僕思うんですけど、なかなか僕なんか連絡返してなかったりレスポンス悪いですから仕事できないなと思うんですけどね。やっぱ仕事できる方はそういうのが早いんだなとよく思います。でちょっと1枚だけ剥いてみます。あんまり剥かない方がいいんですよ、これ。そのままラップで来るんで、まあ、2、3枚、そうですね、ちょっと試しに剥いてみましょうか。こんな感じで、これ輸送用でちょっと多めに葉っぱが巻いてあるんですけど、こんな感じで1枚2枚、そうですね、ちょっとうっすらコーンが見えるくらい、もうちょっといいかな、まあ、こんくらいですね。こんくらい剥いてもらって、あ、もう1枚いってもいいかと。一応これでラップにくるんでレンチンするんですよ。そしたら十分できます。湯煎したら中の旨味とか全部抜け出してしまうんで、できればこのままラップで巻いて、もうちょっと取ってもいいですね。あ、結構葉っぱがありますね。うん、こんくらいブツブツって見えるくらいまで剥いてもらって、でレンチンするのがいいかなと思います。いつもホワイトコーンなんですけど、今回物がなかったのか売ってしまったのか、黄色ですね。黄色でもうまいと思います。黄色はちょっと初なんでまだ食べてないんですけど、黄色か白かが入ってると思うんで、それを900人のプレゼント企画にしようかなと思っております。あ、900人登録ありがとうございます。また1000人もう少しなんで、はい、それまで頑張ろうかなと思っております。今年に行けたらいいかなとは思うんですけど、まあお湯ですね。こうやってちょこちょこ配信していけば刺さる人には刺さるのかなと思っております。はい、でこのまま薄皮をこうやってブツブツってコーンの形が見えるくらいまで皮剥いでもらって、ラップでくるくるって巻くんですよ。で物によるんですけど、だいたい 2,3 分でなんか中が熱くなったなと思ったら、だいたいラップしてますから蒸れますからね。中で核反応を起こして、核反応じゃない、化学反応なんですか、熱の電子が動いて暖かくなるんで、大体生でも食べれますからね。なんで大体 2,3 分でいいと思います。600ワットか500ワットで、はい、もういい、いいレンジですかね、いいレンジ、1000ワットくらい出るレンジ持たれてる方は1分か1分以内でいいと思います。うちはそんなにいいレンジは持ってないんで、500ワットかな、それで 2,3 分でやってます。大体1本ずつやった方がいいかなと思うんですけどね。はい、でこんな感じで、あ、でここ切っとったわけですね。結構邪魔になるんで、ここ見ないですし、はい、これ生でも食えますからね。聞いた話では、このトウモロコシの畑があるんですけど、僕植えたんですけどね、
種からパラパラと植えるんですよ。でそこに植えて実は収穫するんですけど2本くらいでやめるんですよ。だいたい3本4本取るじゃないですか普通。だけど2本で取るのやめてしまって、でトラクターでガーってすき込んでしまうんですよ。で声にするらしいですくらい1本から2本しか取らない、北海道の広大な面積でできることなんですけど、できることなんですけどね、普通ここら辺で絶対できないですからね。なんでそれの声にするくらい十分な糖度を持った、まあ、1、2番なんか結構うまいですからね。結構糖度乗った美味しいトウモロコシです。これを2、3本、まあ、3本くらいにしようかな、数わからないですけど2本か3本入れて、もう今回トウモロコシにお金出すのソウルもったいないじゃないですか。だから僕でこっちで負担しますということで、送料負担があるんで、できれば5名から10名の間にさせていただこうかなと。だいたい5名になるかなと思います。本数があんまりないので、もう多分トウモロコシで終わりじゃないですか。向こうでももう冬が近づいてるんで多分終わりだと思うんですけど、というのもあるんで、はい、ちょっと本数は今回少なめなんですけど、来年こうやったらもう一回やろうかなと思っております。結構北海道からのパイプじゃないですけど、そういうつながりがあるんで、ラム肉送ってもらったり、毛ガニ送ってもらったりとか、これからしていこうかなという考えではあります。まあどっちみち北海道行こうかなと思っても YouTuber 続けるつもりだったんで、それでなんか北海道の農産物とか特産物をお送りできたなとはゆくゆく思ってたんですよ。なんでこういう形で実現できてよかったかなと思います。でこれ北海道の田舎宿、市別ですね、どうですか、上川地区めっちゃ上の方です。なんでしょう、まあ道北の方です。多分北海道お住まいの方はわかると思うんですけど、結構上の方の相当寒いとこなんで、はい。でもう一つトウモロコシ話があって、それもなんか結構農作物盗む人おるじゃないですか。そういう人が畑にいるなって、うわどなら怒らないといけないなと思ってたんですけど、それ見たら、よく見たらクマだったみたいで、近づけば近づくほどどんどんでかくなって、でっかいクマがこう食べか、まあ皮剥いでるかわからんですけど、こう食べながら堪能してたみたいですよ。クマが堪能するくらい美味しいものなんで、はい、できれば食べていただきたいなと思って今回プレゼントにしようかなと思っております。はい、送料無料にしますんで、ぜひご参加。これも多分食べたら、ハズレがあったら怖いんですけど、多分ハズレないと思うんですけど、普通にスーパーで売ってるトウモロコシなんか食えたもんじゃないです。それくらいうまいです。マジで生で食ってもうまいです。はい、ということで我が家に届いたトウモロコシ、まあプレゼントに一応買ってるんで、はい、数は十分あるんですけど、5名になるかなと思います。送料込みなんで5名の方、応募殺到したらもっと入れますけど、送料無料でプレゼントさせていただこうかなと思っております。はい、これ北海道の上川って分からないですけど、市別市の農家さんなんですけど、田舎塾っていう方ですね。そこが大規模でやられててトウモロコシ作ってるんで、もしいいなと思ったら購入されてみてもいいかなと思っています。一応米のふるさと納税はしてるかなという感じなんですけど、田舎塾、普通の田舎に塾って、学習塾の塾って書いてもらったら、出てくると思うんで、気になる方はコメント検索していただけたらなと思います。ということで、トウモロコシを5名の方に送料無料でプレゼントしますんで、ぜひ食べてみてください。今回花と野菜はなしにしようかなと思ってます。もし欲しい方がおられましたら言ってください。またプレゼント組み込みますんで、ということで、これすぐ冷蔵庫に入れますんで、キンキンなんですけど冷蔵庫に入れますんで、はい、この辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。900人登録ありがとうございます。1000名もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。